サンピエールイコールデイコールコール駅は、トゥール近郊にある、フランス国鉄の主要鉄道駅である。当駅は、LGV 大西洋線経由で、パリのモンパルナス駅からやってくる TGV が、ボルドーなど、トゥールイエンへ向かう場合、トゥール駅で折り返し運転をせずに当駅経由で、多くの列車が直通している。トゥール地域を無停車で行く場合は、高速新線をそのまま終端まで行き、 当駅も経由しない。通過式構造のため、トゥール駅を経由するのに比べ時間の節約となっているが、一部の TGV はトゥール駅を経由しボルドーやトゥールーズへ向かう。また、利便性を確保するため、トゥール駅とを結ぶシャトル列車も運行され地域交通を担っている。当駅は鉄道の拠点であるため、第二次世界大戦時には爆撃を受け被害を受けた。 その後は、貨物操車場として機能し LGV 大西洋線が、開業した1990年には、旅客駅が再設置された。TGV の駅としてだけではなく、現在も、貨物の中継基地として、また、フランス西部で使用されるほとんどの鉄道車両のメンテナンス基地として、重要な機能を担っている。ありがとうございます。